皆様こんばんは。11月29日午後6時42分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日、週中水曜日のね、配信を行っていきたいと思います。もうね、11月も今日、明日と2日間で終わり、金曜日から、12月1日ということでね、2023年ラストマンスが始まるということでございます。皆様、いかがお過ごしでございましたか？もういよいよですよね。いよいよ年末の足音がズンズク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 と聞こえているような状況でございますけれども、まあ振り返るのはまだ早いかな。今年はね、皆様どうでございましたか ?2023 年は。私、ビットマン TV はね、まあ仮想通貨業界の方での、まあ、どうでございましょうか。まあ投資関係であるとか、まあ先物関係のね、トレードであるとか、まあそういったものはね、特にこう混乱もなく、まあかなり難しい月もね、あったわけでございますけれども、特に混乱もなくね、終えることができるような形にはなっているかなと。で、あと、やっぱり今年2023年に関して言うならば、特にね、夏過ぎぐらいから、現物ですよ。現物通貨の、買い集めをね、ぐぐぐと行っていたところ、夏前は、ソラナをね、現物としてぐーっと集中的に購入していたわけでございますけれども、今はね、結構リップルを中心に、今もまだ継続中で買い集めているようなところでございます。エバードームとかも集めていたんですけども、一旦ちょっとこうぐっと打ち切ったね、状況になっていて、今はリップルにちょっとこうね、現物購入の資金の比率をね、ちょっとこう高めているような状況でございます。これがね、まあ来年再来年と、ちょっとこう強気相場が来る中でね、花咲いてくれたらいいなというふうに思うわけでございますけれども、まあ投資はね、まあ自分自身で分かっておりますよ。自己責任ということで、まあそこに対してもし失敗したとしてもね、誰に文句を言うわけでもないわけでございますよ。この方みたいによろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いきなりお前振ってきたなって思った方いるかもしれませんけれども、ごめんなさい。今かなりスムーズに入ったつもりだったわけでございます。ビットマン TV。話の中に今スムーズに入っていきましたけれども、接続されてましたか？大丈夫でございますか？このね、美咲さんという方でございますよ。まあ、青汁王子と、まあ、知っている方はね、たくさんいらっしゃるのかなというふうに思うわけでございますけれども、それこそ、昨日だったかな？なんかこう、X の方で、ごめんなさいね。喉がちょっとあれでございます。X の方でね。こうなんか、ポストをしていたわけでございますけれども、このニュースね、まだ知らない方いらっしゃいますか？X をね、やられていない方であれば、知らないかもしれませんけれども、なんと本日、Yahoo ニュースかな？ Yahoo の方でも、この美咲さんがね、こういう風に言ったこと、テンセット銘柄はマジで詐欺だからみたいなことを言ったことを、Yahoo ニュースでもね、取り上げられておりましたよ。で、一応ね、どういった経緯なのか、ちょっと界隈はね、仮想通貨界隈は、ちょっと今、密かにこの話題で盛り上がってるのかな？仮想通貨上がってるけど、テンセット銘柄はマジで詐欺だから絶対注意してな。これもいつか話すわってね。これ聞いた時にね、ビットマン TV ね、ちょっとごめんなさい。マジで、ちょっとというか、マジでイラッとしたんですよ。イラッとした。で、一応、この方がね、言っているのは、こういった、連絡、ダイレクトメールがね、テンセットの方から、まあ、来たらしいんでございますよ。で、これに対して、まあ、断りを入れたと、テンセットは聞いてた話と全然ちゃうやないかいと、もう取り扱うことはしませんみたいなことを、まあ、美咲さんが言っているわけ。で、まあ、もともとの話の流れとしたらね、テンセットの方かな、日本代表の方かな、テンセットの方が、次なるバブルに向けて大規模なね、プロモーションを計画してますと。で、まあ、何かしらの、あれかな、ほら、通貨発表ね、あるじゃないですか、フェームであるとか、エバードームであるとか、ああいったものを、やっていると思うわけでございますけれども、あれね、ごめんなさい、名前を、ど忘れしてしまいました。あちらでございますが、ローンチパッドね、みたいなやつをやってると思うんでございますけれども、直近で一番最後のやつは、あれ、キャラットという通貨ね。アラスカラッシュのキャラットという通貨なんでございますけれども、プロモーションしてほしいと。で、テンセットのファウンダーは、まあまあ、創業者と方でございましょうかね。美咲さんとのズーム会議を希望してますと。で、報酬に関する具体的な話し合いをしたいんですけど、みたいなことを言っていたら、もう完全にバリッと、バリッとね、こう、まあ、ぐっと振り下ろしたと、斧をね、上から下に真下にバンと振り下ろしたみたいな感じになっているわけでございますけれども、まあ、これをね、もう X の方で、もうダイレクトメールをバーンと、もう大広げにしたわけでございますから、これはいよいよまずいなということで、私は思いますよ、ぶっちゃけの話ね。まあまあ、いいのかなって思う面もあると思うんですけど、ただ、この後のね、ここのセリフがやっぱりまずいっすよね。テンセット銘柄は、マジで詐欺だから絶対注意してな。これも、いつか話すわっていう、このいつかって
っていうところにビットマン TV ものすごくねイラッとしたんですよ。で、まずねビットマン TV これに対して、まあ、誰が見ているわけでもないので、まあ何言ってもいいかなと思ったんで、何をもって詐欺と言ってるのとね、価格が上がってないから言ってんの、それとも、フェイム MMA フェイムトークンで朝倉未来を巻き込んだから言ってんの笑みたいな感じでね、まあ送ったわけで、これに関してね電気ちゃんがまあちょっとテンセットもねいろいろあるからもしかしたら怪しいかもねみたいなことを言ったんですけど、一応ビットマン TV がなんでイラッてしたかね、こういったことに関してイラッてしたかっていうのはこれ、うん、ぶっちゃけね、話の出始めとしたら、美咲さんもね、まあ言うたら煽ってたわけよ。なんでここでは美咲って言ってんのね、お前今さん付けしてんだというふうにね思う方いるかもしれませんけれども、今後何があるか分かりませんじゃないですか。私長いものに巻かれるタイプです、よろしくお願いいたします。冗談でございますね。美咲もね言うたら煽ってたわけやんと。そうなんですよ、煽ってました。テンセットめちゃくちゃ煽ってたんですよ。なんか2022年あたりにもう手がつけられないぐらいで、ね、バカげするんじゃねえかみたいなことをみんなに言いまくってたわけ。ツイッターとかでも言ってTwitter じゃなくてごめんなさい、 YouTube とかの配信でも確か煽ってたんじゃないかな。エヴァードームのこととかああいったことに関してももうこれでもかっていうね、ぐらい、話題に上ってた、でか話題に乗せていた感じで、あの配信を見てねやっぱり購入した方々もたくさんいると思うんですよ。それそうじゃないですか。だって、登録者数がねやっぱりこうかなり多いわけでしょ、100万人ぐらいいるのかな、それぐらいいると思うんで、まあ、かなりの影響力を持ってるわけでございますよ。だからそういった方がやっぱり当然煽ればやっぱ見る方がたくさんいるので、特にね仮想通貨を知ってる方でも知らない方でもね、あその美咲が言うんだったらじゃあやってみようかなって思う方はまあ少なからずいるでしょうと。でそういった方々に対してまず分かりますよね、180度舵切りすぎねお前みたいなことで、あの人のまあ書いてますよ、テンセットに対する熱い熱意本当にやばかったっすかね、マジでやばかった。結局金もらってたからああいうことしてたんだなーってのが分かりましたよね、このダイレクトメールで。金をもらってたからそういうことしてたんだみたいなことで、それをねまあ言っちゃうとですよね、まあ今さら詐欺だなんだっつうんだったら、まあはっきり言いますけど、この X をした時にあったことすべてを、まあ、そもそも論として配信で早く言った方がいいと思うんですよ。でいつか言うってお前バカじゃねえのみたいな、ここ本当にごめんなさい、これ言葉悪かったかもしれませんけども、いやいや見ている人からしたらね、例えば自分が持っている資産をね美咲が言うから、美咲さんが言うからそこに対して結構な割合投資だとね、いや投資は自己責任だっていうのはそれはそうかもしれませんけども、あんだけ煽って買っておいた方がいいみたいなことまでおそらく言ってたとは思うんですよね。かなりの熱い熱意で、上げまくっておりましたから。だからそれをだから詐欺だなんだって今さら言うんだったら、早くそういった方々に釈明動画を上げなさいってことをビットマン TV は言うんですよ、言ってるんですよ。で詐欺なら本当に今早く言えよと、今しなさいと、もう今月中にしとくべきでしょ。だって被害を拡大するわけにはいかなくないですか、普通に当然として考えてですよ。そうでございましょう。だって今もまだテンセットって、まあ、言ってしまうとテンセットもそうですし、テンセット銘柄ですよね、あれって言ってしまうと買えるわけじゃないですか、エバードームとかフェイムトークンであるとか、あとはサトシアイランドとかね、あのキャラットとか、あとはメタヒーローとかあるわけじゃないですか。ああいったものも、今はまだ、まあ、カンガとかもねあるし、かな、うん、買えるような状況にはやっぱりなってるわけでございますから。じゃあ君が言うのは、その、テンセットのプロジェクトの中でどの通貨がじゃあ詐欺だったのっていう、うん、それを明らかに早くした方がいいってこと。別にこれ嫌みったらしく言ってるわけじゃなくて、いやこの投資をしている方々に対する君がね、ごめんなさい、美咲さんに言ってますよ、君が煽りに煽りまくって投資をした方々に対するやっぱりこれは責任があるよねっていうふうに思いますから、早く出せっていうことを言っているわけ。なんか自分がねものすごくこうね報酬をもらっているから、まあ動画の中でね YouTube の中でガーッと案内はしていた、ってか案内とかいうレベルじゃないと思うんですけども、もうかなりね押しまくっていた、うん、それがなんかこうね、まあ怪しいなと思って、いや知りませんよ詐欺かどうか知りませんよ、ビットマン TV はそれを思ってない、ビットマン TV は思ってないです、うん、詐欺かなんかと思って、まあ言っているわけ、言っているわけでございますね、詐欺だーとか言ってね言っているわけでございますけれども、ね押しまくってた、あの温度感を打ち消すぐらいのことがあるんだったら早く言った方がいいのになと思うんですけどね、これどうなんだろうということ、まあどう思います、ちょっとね、いろいろちょっと熱くなってしまいましたけれども、これはねなんかね持っている方々に対してもちょっとこう確証があるんだったらまだわかる、その証拠を出してくれるんだったらまだ全然ねあなたの言うことはわかるんだけれども、まあちょっと温度感として、例えばエヴァードームとかを一生懸命この方押してたでしょね、エヴァードーム押してたと思うんですけど、その通貨の金額がもうありえんぐらい下がってしまった、確かにそれはあると思うんですよ、それはあると思うね、だけれどもエヴァードームだけではなくて他の通貨も言ってしまうと仮想通貨のこの悪い流れの中でガン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 ねもう言ってしまうと、もうね、市場最高値から10分の1、100分の1とかになる通貨って他にもやっぱりぶっちゃけた話たくさんある
るわけじゃないですか。じゃあその価格が下がったことが詐欺だって言うんだったら、他の価格が下がったもの、こういった弱気相場の中で下がっていったものに関しても、そういったこと、詐欺という言葉が当てはまるのかどうかっていうのもまず聞きたいわけですよ。それはビットマン TV 詐欺じゃないと思う。で、詐欺の定義って何なのかってちょっと難しいところかもしれませんけど、いや、はっきり言うけど、そのプロジェクトとしてはしっかり進行してるわけじゃないですか。わかりますよね。エヴァードームだってしっかりとね、言ってしまうと仮想通貨空間を今頑張って作り上げようとしている。確かに CEO の方は変わりましたけれども、別にね、新しく変わった CEO の方も表にガンガン出てきて、いろんなところとね、こう AMAM ですか、で電話会議というわけじゃなくて、いろんな討論をしたりとか、おそらく表立ってはしてると思うんですよ。だからでなおさら開発も進んでいるんで、それってねえ、わかりますよね。価格が下がっているだけで、期待感が、薄れているから下がっているだけで、プロジェクトとしてはしっかり進行しているわけだから、それははっきり言いますけど、詐欺じゃないと思いませんか皆様。どう思います？別にお金持ち出して、雲隠れした、それは詐欺でしょ。それは詐欺だと思うんですよ。お金をみんなからね、集めたお金をいきなりボーンと持ち出して、もうプロジェクトも止まりまくっている。もう雲隠れして、何も情報発信していない。それは詐欺的要因が強いんじゃないかなっていうのを思う、まだ要因が強いんじゃないかなと思うんですけども、ドームとかそういったものに関してはね、全然当てはまらないんじゃないかなって思うし、あとはこうなんかね、聞いてた話と全然違うので、とだからこれはテンセットに関して言ってるのかな。だけど詐欺だったら皆さんわかります？直近で言うならばビットゲットさんあるでしょ。あちらの方にもテンセットって上場したばっかりなんですよ。だからそういったね、大きな取引所がテンセットを上場させるってことは、しっかりとやっぱり裏取ってちゃんとしたものが大丈夫だということを、言ってしまうとね、あるとこ担保してから、上場させていくわけじゃないですか。そういった意味も含めると、このテンセットっていうこの通貨、ものすごくピンポイントに攻めてますけど、あとほらこの聞いてた話と違うって、いやお前アホなのっていうね話、ごめんなさいね、今口が悪くなってますけども、いやお前アホなの美咲と、何が言いたいのか、いや言ってしまうとですよ、例えば会社とかあるじゃないですか、わかります？普通のそこら辺にある会社ですよ。ああいったところだってやっぱり目標とする道筋ね、やっぱりこう計画ですよ、そういったものをやっぱりこう掲げるわけじゃないですか。うちの会社としてはこういう風な段取りでこう行きたい、株価をこういった形にしていきたいんだみたいなことをやっぱり言うだろうし、でもそこに対してね、世の中の流れ的にやっぱり変えざるを得ないこととかもあると思うんですよ。いや言ってしまうと計画をちょっと変更していかないといけないとか、そういったことなんて世の中ザラにあるわけじゃないですか。わかりますよね。それは別にこのテンセットに限ったことじゃないと思うんですよ。でなおさらこの方あれでしょ、なんかこう会社を作ってどうのこうのしていく人でしょ。なんか会社を作って大きくして、それを他の人にこう売ったりして利益を得るみたいなことを、ある程度メインにしてるのかな。だからそういった意味で言うと、会社を経営しているわけだから、やっぱりこう初めこうやりますって決めていたことを、やっぱりこう路線変更として今までもしたことあるでしょっていうふうに普通に思うんですよね。経営していた側として、ちょっと予想と違うから、初め当初計画していたものをちょっと変更してこういう形にしていこうっていうのはやっぱりあると思うんで、だからそこを考えるなら、このテンセットは聞いてた話と全然違うのでって、ものすごくね、この岬感情的になっているけれども、いや普通会社をそういったね、扱っていた方ならその事情ってある程度わかるんじゃないのかなってちょっと思ったんですよ。だからこれを見た時に、本当にこの方そういったことやってたのってちょっと思ったの。会社をって、いやややってたんでしょうけど、えらいなんかこうね、わかります？聞いてたんでしょ、全然ちゃうねーかーってものすごくなんか切れてるような感じがしません？このたった2行の文面で私は思うんですよ。だからちょっとそこに関してね、怪しいなというふうには思いませんけれども、なんでこんなにめちゃめちゃ切れてんだろう。だからそこに対して詐欺的要因があるんだったら早く出しなさいよっていうふうに思っているわけね。であと、ここね、上のテンセット側が、この男に対してね、言ってしまう、もうどんどん言葉が荒くなってるわけでございますけども、この男に対して、こういった文面を送ってるわけでしょ、お世話になっておりますと。で、別に、自分たちのこのテンセットというプロジェクトが、なんか、引け目を感じるようなこと、言ってしまうと、詐欺的なことをやってるって自覚をしているんだったら、おそらくこの男にこういうメール送らないと思うんですよ。皆さんどう思います？そう思いませんか？送んないでしょ？だって、自分たちで悪いことやってるなと、詐欺的なことをやってるな、それを、言ってしまうと、美咲さんを利用して、ちょっと、お金儲けしてしまったなって、引け目があるんだったら、こんなメールをそもそも送んないと思うんですよね。だから、おそらく、テンセット側からしても、なんでいきなりそんな話になってんのっていう、多分、ことかなと思うんですよ。だから、ここの話に対する、ちょっと決着を早く知りたいし、
まあ、な、いろいろごちゃごちゃ言ってますけど、まずは、まずは、このね、美咲さん、もう一回ね、綺麗な言葉に戻しました。美咲さんですけども、いつか話すんじゃなくて、今お前話せってこと。うん。今お前話しなさいと、うん。はっきり言いますけれども、それは重要なことですよ。詐欺だったんなら自分の心の内に留めておく案件じゃないでしょって。あんたね、ものすごく、いろんな方々にこれ熱意持って届けてましたよねって。そこに対する説明責任があるから、かっこつけていつか話すわじゃねえんだよっていうね、話。目の前にいたらガンガン言いますよ。まだ、おそらくだけれども。ね。そこはやっぱりね、大事なことでございましょうから、早くね、続報として、この美咲の言っていること、うん、この動画に、どういったことが詐欺なのかっていうのを聞きたいので、ちょっと早めにね、動画上げてくれるように、もし、身近な方いるんであればね、お伝えください。よろしくお願いします。まあ、身近な方が聞いてるわけないと思うんでございますけども、ビットマン TV のね、配信を聞いているわけないかなって思うんですけども、早めに言ってください。説明責任あるぞ、お前っていうことでね、よろしくお願いいたします。ほんとね、ちょっとイライラする。うん。こういったものを見ると、うん。君の、いや、本当にごめんなさい。繰り返しになりますけど、いや、君のね、言ったこと、その熱意で、いろんな方を、まあ、言ってしまうと、まあ、巻き込んでるっていう言い方ちょっと荒いかもしれませんけども、そういった方々もね、自分の大事な稼いだお金を、いや、君にとっては、いいですか？君にとっては、いや、美咲、君にとってはね、大した額じゃないかもしれない。ただ、そりゃそうだよね。だって、何億何十億って、入れているわけでしょ？この方、入れていたわけでしょ？うん。だけれども、ね、普通に働いている人からしたらですよ。例えば、ね、50万でも、言ってしまうと10万でも20万でも。だってね、20万とか30万円だったら、例えば普通のね、企業に働いている方の月給じゃないですか。それぐらいの金額を、やっぱりね、投じるって。だから、美咲さんにとっては、大した額かもしれませんけれども、それは人にとっては、めちゃくちゃ大きい額な人もいるわけですよ。やっぱ20万、30万っていうお金がね。それを、やっぱり自分の身削って、投資は自己責任だって言われたとしても、やっぱある程度信じて、こういった大きい人がついてるから、大丈夫だと思ってやるわけじゃないですか。まさか、そんなことになるとはみたいなね感じね、大丈夫だと思ってやるわけじゃないですから、自己責任だと言われたら確かにそうかもしれませんけれども、やっぱり、うん、発信しているわけだから、ものすごく大きなところ、しかも今までね、ずっと信用を得るような配信の仕方をしている人がそういった形で表立って言うわけだから、やっぱり少なからずそっちも信用したくなりますよ。全然知らない人よりはね、全然知らない人から聞くよりはですよ。だからね、そこでこう投じた人たちもいるわけだから、うん、ビットマン TV はね、そっちの方が心配ですよね。今更こんなこと言われて、そういった方々ってどう思うのかなーと思うんですよ。自分が言ったことで、きつい金額を投じている方もね、いると思う。まあね、投資は、こう、ある程度ね、こう、忘れられる金額、特にほら、進行プロジェクトとは、ビットマン TV は、まあ、前から言ってると思うんですけど、例えば新しく出てきた、例えばプロジェクトとかね、いうものはですよ。あとは、こういったほら、テンセントがやっている、こう、通貨上場のプロジェクトね、そういったものもそうですけれども、まあ、ビットマン TV が言っているのはね、やっぱりこう、もうなくなってもいい金額、もうはっきり言うけど、なくなってもいいぐらいの金額を投じるべきだと。はっきり言って、もう忘れられる金額を投じるべきですよって、ビットマン TV はずっと毎回言ってるんですよ。うん。だから、そこをね、まあ、ビットマン TV 前から聞いてくださっている方であれば、なんとなくこう話は通じるのかなって思うんですけれども、例えばね、どうでしょう、まあ、金額感、まあ、人それぞれ違うと思うんですけど、まあ、5万円ぐらいだったら、まあ、もしなんかあってね、もしなんかあってですよ、何かしら、こう、運営がやらかしちゃって、もう飛んだとしても、例えば5万円ぐらいだったら、もういいやと、なんかこう、ね、自分で、例えば、美味しいもの食べた、と思えばいいかな、とかさ、なんかこうね、友達に、まあ、友達にというかね、まあ、もう、ドブに捨てたと思えばいいかなって思えるぐらいの言ってしまった金額ですよ。まあ、それぐらいだ、にね、まあ、しておきましょうというふうには言っているわけでございますけれども、だからまあ、あんだけ熱意をね、思った、このテンセットの案内、やっていましたからね。X の方でもやっぱこの方言ってましたよ。X の方でも。来るぞみたいな。テンセットやべえことになるぞみたいなことをね。もう自分で言っていた。もう180度転換しまくってんじゃねえか。お前大丈夫かみたいなね。ことで、もうその根拠がない、ことはあんまり言わない方がいいんじゃないのっていうのは、ね、本当ね、思うんですよね。でも逆に言うとですよ。逆に言うとですよ。ね。例えば、その詐欺じゃない状況で、その通貨の金額が下がってしまったと。それはあるじゃないですか。そこに対して、ガー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 、例えば言われたとしても、例えば美咲さんもね、言われたとしても、それは美咲さんもどうすることもできないと思うんで、それはビットマン TV は間違いだと思います。それを言うのは。いやいや、買った時の金額よりもめちゃくちゃ下がってるじゃねえか、どういうことだって、例えばね、美咲さんに言ったとしても、それは逆に言うと、お門違いでしょ。ビットマン TV は、それは投資は自己責任ですよねって、それ、ビットマン TV はその方に言います。それは当たり前だと思うんですよ。だって、プロジェクトも何べんも言ってましたけど、ごめんなさい。プロジェクトもしっかり進行してる。今後どうなるか分からないじゃないですか。プロジェクトも進行している。詐欺というものでもないし、金額が下がるっていうのは、やっぱり、こう、業界としてお金がそこに集中していないだけっていう、やっぱりね、ビットマン TV は考え方でございますから、詐欺じゃないのに価格が落ち込んでいるっていうのは、それは相場感の問題もあるし、そこでガチャガチャ言われても美咲さんは困りますよって。私はその時は美咲さんの、まあ、言ってしまうとね、味方を完全にしますよ。だけども、今回のこの件に関しては、詐欺だって自分で言っちゃってるから、そこに対する落としどころをどういった形で決着させてくるのかな。本当なら早く言いなさいっ
に思うからね。これを言ったからにはもう引くに引けなくなってますよ、あなた。ちゃんとね、出さないと、多分見ている方は全員多分納得しないと思う。うん。テンセットに絡んでいる方もそうですし、まあ、エヴァードームとかね、ああいったプロジェクトに投資をした方々もそうですし、もう、テンセット全てが詐欺だっていう認識がね、あなたのこの一言で今広がりつつあるっていうのが分かってますか？自分が X をすることにおける、いわゆる影響力の強さ分かってますよね。だから、早くね、釈明じゃないですね。大広げにする動画をね、作ってください。それを見て、またテンセット絡みに関しては判断しましょうよ。今はまだそれがはっきりない。逆に詐欺ではないとビットマンズは思ってますからね。よろしくお願いいたします。あとは、絶対詐欺だというふうな証拠が挙げられない。うん。詐欺じゃなかった時は、もうね、土下座レベルで全員に謝るべきですね。うん。運営に関しても、運営の方に対してもそうですし、投資をしている方々にしてもそうですし、やっぱりこれはね、テンセットのプロジェクトを、本当になんかこう、まあ、名誉毀損的なレベルで傷つけてるレベルだと思います。これ、何もないところから詐欺だなんて言われたら、どこが詐欺なんですかって、これ、あなた、テンセットの信用を地に落としてる行動してるの分かりますかって、逆に美咲さん、訴えられますよ、これ、逆に。変なことね、下手すると。うん。だからそこもちゃんとね、考えながら、ちゃんとしたこの詐欺っていうね、はっきりとした動画を出しましょう。よろしくお願いします。これは、もう、謝るから済むとかいうレベルじゃないかなと思う。いつか話すわって言ってるんだから、ちゃんとしたその証拠をね、あげてください、ということで。みんなね、この美咲さんに対してコメント残した方がいいですよ。うん。これもいつか話すわって言ってますけど、これ、詐欺じゃないって自分で気づいたり、もし、金額が下がってるだけとかいう話に、なってて、これね、イラッとして、X したんであれば、これ、この方ね、逃げる可能性、それ当然ありますからね。うん。需要があれば動画作るわって言ってますから、この方のコメント欄に、早く動画作ってください。気になります。あなたの動画を見て、テンセット購入したので、気になりますってはっきり言って、入れた方がいいと思いますよ。そうすると、説明責任やっぱりしないといけないかなって思いますかね。それでも動画作らないっていうことは、まあ、言ってることがちゃんちゃらおかしいんだろうなっていうこと。うん。もう、この方、美咲のね、信用が地に落ちるだろうな。まあ、それそれでね、旗から見ていてものすごく面白いんでございますけど、よろしくお願いいたします。笑い方下品でございましたね。ちょっと熱くなりながらも、ちゃんとしていこうぜということでね、よろしくお願いいたします。まあね。しっかりとした証拠が出てきたら、それはそれで、やっぱ美咲さんがね、言ってたことが正しいなというふうになって、まあ、そっから先、いろんなことがまたことがね、動いてくるでしょうから、まあ、ビットマン TV のせいではないということで、いや、当然ですよ。ビットマン TV はね、ただ単に、あなたが言っている詐欺ということに関して教えてくださいと言ってるだけでございますからね、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにもコメントをね、気づいた方は、特に美咲さんの動画を見て、購入しようかなと思って、ちょっと購入した方とかはね、入れてみた方がいいかもしれません。コメント欄にね、よろしくお願いします。ビットマン TV も、絵文字で入れました。みたいな。何言ってんのかな、この人。みたいな感じで入れたんでございますけれども、よろしくお願いいたします。ちょっと熱くなりすぎてね、前置きがかなり長くなってしまいましたけれども、ごめんなさい。重要ニュースが、おみつまんグローブ様ございますから、行きましょう。まずはお一つ目、ちょっとこうね、サクサク短く、ある程度要点をかいつまんでいきましょう。アメリカの規制当局が、バイナンスの次かな、バイナンスの次の標的は、バイビットかと。で、コインベースに対してバイビット調査関連でね、召喚状を送ったということで、行きましょう。うん。アメリカの商品先物取引委員会は、バイナンスとの和解に続いて、バイビットを次のね、標的に定めている可能性があると、まあ、噂をされていますと。で、上から下に。報告によると、この CFTC という機関は、バイビットのユーザーに関する情報を求めているということで、召喚状が、11月30日まで裁判所によって取り消されない限り、だから明日までかな、取り消されない限り、コインベース側はユーザーのアカウントと取引活動に関する情報を CFTC に提出する可能性があると伝えられて、これだからなんかちょっとビットマン TV もちらっと見たんですけれども、バイビットってだからアメリカの方で、認可を受けてないわけでしょ？認可を受けてないんですよね。だから、でもほら、コインベースは認可受けてるのかな？コインベースは受けてるのかな？だから、バイビットからコインベースに資金を移して、なんかこう、やり取りをしたっていう状況になると、なんかバイビットがアメリカで活動したっていうことになるみたいなことを見たんですよ。一応載ってるかな？見ておきましょう。仮想通貨業界で今回の召喚状は、これですね。バイビットがアメリカの居住者向けに違法にサービスをね、提供している証拠をつかむためのものである可能性があるとの意見を、が出ていると。で、バイビットはアメリカの居住者向けにサービスを提供していないことを表明しているが、VPN を利用すれば、仮想プライベートネットワークを利用すれば、アメリカからでも、バイビットのサービスにアクセスできると伝えられていると。で、コインベースが CFTC にコインベース利用者の取引情報などを提出して、そのユーザーがバイビットとの間で取引を行っているアメリカ人である、ということが判明すれば、バイビットが、だから、コインベースとバイビットでやり取りを行っていたらアメリカの方がっていうことでしょうね。バイビットがアメリカの居住者向けにサービスを提供していることが確定すると、その証拠とされる可能性が、あると見られているということですね。で、現時点
点では今回の召喚状に関する詳細は不明で、コインベースやバイビットからのコメントも出されていないと。で、先日はね、バイナンスが和解をしまして、ジャオチャンポンさんがね、CEO を、まあ、辞めたわけでございますけども、まあ、今後のね、動向には注目でしょうと。で、なお、バイビットは今年5月に、本人確認、KYC がね、完了していないユーザーが各種サービスが利用できないようにするため、レベル1以上の本人確認をね、義務化していますと。で、その後は、カナダや、イギリスのね、居住者向けのサービス提供を終了することも発表されていますということで、まあ、ビットマン TV はね、バイビットさんも使っております。うん。レベル1はね、済ましているわけでございますけれども、まあ、どうなっていくことやるとね、これがね、またね、こう、アメリカの方で、バイビットがいろんな問題に直面したらね、ちょっとこう、また仮想通貨業界が荒れそうだな、という感じもするわけでございますけれども、まあ、なんとかね、穏便に終わらせて済ましてほしいな、いうふうにね、思うところでございましょう。はい、で、次行きまーす。次はこちら。はい、ビットコインの ETF 関係のね、話が出てきております。まあ、金曜日からね、12月ということで、いよいよね、この ETF に関する足音も、やっぱりこう、近づいてくるんじゃないかなということで、1月の同時承認に向けた条件が、まあ、今、整いつつあるということ、新しくね、なんか2つの場所が、うん、フランクリン・テンプルトンというところと、ハッシュデックスの ETF 申請の、延期決定を受けて、同時承認の可能性への明確な道筋をね、今もだから確保したんじゃないかというふうに、言われていると。で、ブルームバーグのアナリストの方が、まあ、このね、延期したこの2つのね ETF に関して延期した点について着目をしていますと。で、一応 SEC は ETF が最終的に上場し取引を開始するために必要な、テンプルトンとハッシュデックスの申請内容に関するパブリックコメントね、これを求めていると。で、コメントと反論期間は35日間続きますよということですね。で、一応このね、セイファート氏という方とエリック氏という方は、来年1月10日までに現物のビットコイン ETF が 90% の確率で承認されると見ていると。で、今回の延期は、だからこの2つの延期は1月10日の期限までに全ての申請者を同時承認に向けて整列させる動きだったと、まあ私にはね、ほぼ確信させるものだというふうに語っているということですね。で、まあ同じようにこの方も、バルチナス氏も、SEC は道を開ける意図があると思われるとツイートしたと、いうことでございましょう。で、他の方は違うと言っていると。しかし、商事訴訟専門の弁護士の方は、SEC は通常をコメントを最大3週間レビューするため、延期は2024年3月の承認の可能性を高めるんじゃないかというふうに考えていると。とはいえ、1月の承認が、まあ最もね、可能性が高いんじゃないかというふうに、他の方もね、まあ言っているということで、まあどうなっていくことやると。で、一応1月っていうふうに言われているのが、まあここの最後に書いてありますけども、現在 SEC の前には、グレースケールやブラックロックからの申請を含むね、12の現物ビットコイン ETF の、まあいわゆる申請があると。で、そのほとんどが3月に最終決定日を迎えますが、アークインベストメントの申請だけは、うん、来年の1月10日までに SEC がもう完全に、ここはもう最終決定しないといけない。承認か否認かをしないといけないので、だからそこに対してアークインベストメント、まあしっかりね、この現物 ETF に関しては、おそらく再申請も出したんじゃないかな、修正かなんかをしてね、まあ出したと思うんですけど、まあそのね、修正で再申請が、まあもう SEC 側からね、うちうちに、もう次の最終期限で、行きますから、みたいな、行きますからよろしくお願いします、みたいな、言われてるんじゃないかなと思うんでございますけども、だから1月10日でね、もう全部を一気に通していくんじゃないかっていうふうに言われておりますからね。だからまあ12月に関して言うならば、現物 ETF の承認上げっていうところ、承認っていうのでの上げじゃなくて、承認に対する期待上げね、承認に対する期待上げっていうのもやっぱりあるんじゃないかなということで、まあはっきり言いますけども、12月、来月はまあプラスでね、終わる月にはなってくるんじゃないかな、陽線でね終わる月になるんじゃないかなってビットマン TV はね、まあ思っているところ。うん、仮想通貨業界としてはね、よろしくお願いいたします。はい、で今日の最後のニュースいきましょう。よろしくお願いしますよ。予想価格が出てきております。でもちょっと今までとね、なんか違うような感じ、何か、うん、ビットコインが2024年末までに10万ドルに達する予想を維持していると。あんまりなくないですか、維持することってね。なんかこう修正したりとかすると思うんですけど、特に下方修正したりね、することが多いと思うんですけど、一応来年末までに10万ドルに達するという予想を全然維持しているということで、スタンダードチャータード銀行がね、まあ言っていると、うん、いうことでございますね。一応読みましょう。スタンダードチャータード銀行は、事態が予想通りに進んでいるとして、来年末までに10万ドルに、まあ、達すると、ビットコインがね、達するとした4月の予測を、まあ、とにかく維持をしたと。で、その中でちょっと面白いのがあって、次の材料はここですよね。アメリカでのビットコイン現物 ETF の承認であり、予想よりも早くなる可能性がね、高いと予想してる。だから1月あたりってことを言っているのかな、やっぱりね。で、チームは、2024年第一四半期には、ビットコインとイーサリアムの両方っていうのはね、これいいですね。イーサリアムも現物での ETF が承認されるんじゃないかってこと言ってるわけかな。うん。まあ、ビットコインの現物 ETF が承認されるんであれば、まあ、イーサリアムもね、当然考えられるところかなと。で、承認されて、機関投資家、投資への道が開かれると考えていると述べたと。
で、チームはまた、まあもう一つこれですよね。次の半減期が価格上昇のもう一つの要因になることに言及をしました。ということですね。で、スタンダードチャータード銀行は当初4月に10万ドルの予測を立てて、ビットコインはブランド化された安全な、避難所としての地位から恩恵を受けていると主張。この日は、簡単に言えば、すべてが予想通りに機能しているとして、予想を維持して、ビットコインのドミナンスは維持されて、まあ今ね、50% に増加をしていますと指摘していると。まあ、資金が集まってますよねと、仮想通貨業界の中での資金が今ビットコインに集中してきてますよねってことを言ってるんでしょうね。で、スタンダードチャータード銀行によると、ビットコインが2024年末より早く10万ドルの水準に達する可能性もあるというふうに言ってると。で、我々は現在、特にアメリカの現物 ETF が予想よりも早く導入されると、半減期前に以前よりもさらに多くのね、価格上昇が実現すると予想していると。で、これは2024年末より早く10万ドルの水準に達する可能性がある、リスクを示唆していると指摘したということですね。まあ、10万ドルに行くという予想は維持しながらも、2024年末よりも早くね、そういったものが来るんじゃないかということを、まあ、大手銀行は予想しているということで、一応ね、お耳の奥にパチッとね、収納しておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではね、ちょっとごめんなさい。冒頭でのね、話が長くなってしまいました。ご案内、そして重要ニュースは以上となります。そして行きましょう。本日のチャートでーす。パパプーパパプーパパプーパー、よろしくお願いいたします。お願いいたします。と、一旦その前に時飛ばし。はい、それでは再開していきたいと思います。チャートはビットコイン、イーサリアム、あとは、12月1日あたりにね、12月1日かな、ロックアップ、ロック解除がね、行われる DYDX、これはもう前もちょっと言ったと思うんでございますけれども、売り圧注意ということで、30% ぐらいの解除がね、行われるということらしいでございますから、DYDX 見ておきましょう。で、あとは、今ね、まあ、調子がいい、まあ、ルナね、こちらを見ていきたいなと。で、こちらも最後調子がいいソロをね、見ていきたいなというふうに思います。行きましょう。ちょっと前半部分で時間がかかったんでサクサクいきます。まずはビットコインですね。行きましょう。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が、来ましたね。3万8000ドル超えてきましたね。3万8000と54ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、まあ、冷やしてみたらある程度はっきりわかるかなと思いますけども、まあ、上昇平行チャンネル内を推移していて、青いね、帯帯の中を推移していて、その中である程度、まあ、直近で言うならば、高値をね、実態として、抑えられていたんですよ。それこそ3万8000ドル付近で抑えられていた。だから、安値切り上げ、高値一定値の、まあ、アセンディングトライアングル、これも成立という形でね、いいかなと。まあ、3万7800から900ドルあたりで、実態で言うならばね、押されていたので、それを加味するならば、アセンディングで、ヒゲまで加味するともうちょっと上なんですけど、実態で言うならば、アセンディングトライアングルを成立確定という状況、今ね、なっているわけでございます。ですから、今のこの金額帯で3万8000ドル以上で、本日終えることができれば、明日またね、もう一段階上という形で、続伸に期待が持てるんじゃないかなと。で、一応、ターゲット価格としたら、まあ、上昇の平行チャンネルの上端がどれぐらい機能してくるか、という問題にもなるんですけれども、まあ、3万7000、まあ、900ドルあたりから、加担値3万4900ドルって見たら、まあ、3000ドル幅上昇ぐらいかなが、一応ターゲットポイントになると思います。このアセンディングトライアングルのターゲットポイントは、3000ドル上昇でございますから、いいですか、幅分だけでございますからね。だから、一応ね、ターゲット価格は、4万1000ドル、というね、形になりますから、ここはね、一つ意識、参考しておいてください。参考意識はね、しておいてください。よろしくお願いいたします。で、まあ、参考意識ってどういう日本語かよくわかりませんけども、意識しておいてください。で、その前段階で上昇平行チャンネルを意識する方も、ま、少なからずいるかなということで、まあ、39,100 ドルとか、このあたりが、ま、どういった形で壁になってくるか。いよいよこれを実態として、39,100 ドルを実態に向ければ、それこそ、アセンディングトライアングルのターゲットポイントのね、4万1000ドルめがけて上がってくる可能性があるんじゃないかなということで、ここはね、今楽しみなところでございましょう。で、もし下がってくるならば、まあ、冷やして確定しないとね、やっぱいけないので、実態がね、冷やして確定しないといけないので、もし騙しみたいな感じで今日の夜中ぐっとまたね、上のヒゲを伸ばして落ちてくるんであれば、サポートとして機能する可能性があるのは、もう今ね、ちょっと切り上がっておりますけれども、まあ、3万7000ドル付近かな。うん、3万7000ドル付近っていうのが、もし落ちてきた際のサポートからの反転上昇ポイントになるかなというふうに思いますので、この上昇平行チャンネル内で取引をね、したい方は、今、握りたくない、もう一段落ちてきてから反発上昇してくるときに入っていきたいなと思う方は、3万7000ドル付近での差し値っていうのがね、一つありかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、2日3日前もね、配信した時にも言ったと思うんですけど、まあ、結構ね、やっぱりこのほら、上昇平行チャンネルの加担値もかなり意識されてますもんね。
その時も言ってたかな、36,700 から、うん、言ってましたね。36,700ドルあたりは上昇平行チャンネルのサポートになりますから、これは一つロングインのチャンスネイチとして押さえておいてもいいんじゃないですかと。安値はなんだかんだ言って切り上がってますし、大陰線を1日でぐっとね、覆い隠すように取り戻してきておりますから、今はもう少しでも落ちようもんなら、買いを入れてね、強気派の方々が買いを入れて守っているような状況でございますから、落ちてきたら、まあ、ぶっちゃけチャンスだよというのは言っておりましたからね。それを加味するならば、今であれば、37,000ドルあたりっていうのが押し目ラインの一つにはね、なりますから意識しておきましょう。はい、で次行きまーす。とにかくターゲットポイントは、39,100 ドル。そこを抜ければ、41,000 ドルっていうところがね、現実ラインとしては見えてくるでしょう。で、次行きましょう。次はイーサリアムですね。行きまーす。イーサリアムなんですけど、ただいまの価格が、2048ドルあたりをね、推移しているような状況でございます。で、ビットコインが上がっては来てるんだけれども、あまり反応がないということで、まあね、どうなることやらと、まあ、それにしても長く続いていた下落の平行チャンネル、この青い帯帯をね、上にしっかりとブレイクアウトしてきてからの、そこから高値を切り下げていきました。で、その高値を切り下げていたラインも、上昇で見事にね、突破してきておりますから、今の段階、今の値打ちで言うならば、この短期のね、日足短期の移動平均線も相重なっておりますので、まあ、ロングポジションを取る、場所としては、第一候補場所としては、一つありな、場所にはね、いますよっていうのは、お伝えさせてください。お願いします。よろしくお願い。まあ、何をお願いしているか、まあ、お伝えさせてください。よろしくお願いいたします。OK でございましょうか。で、まあ、撤退ラインはね、やっぱり1900ドルはね、うん。もし、先物で入っていく、反発上昇の狙いで、今ぐらいからロングポジション考えていこうかな。ビットコインも上がってきて、その後にね、後に釣られるように、イーサリアムとか他のアルトコインも上がってくる可能性ありますから、そこの上昇に関してついていきたいなと思う方は、今、うん、この値打ちがまさしく、ロングポジションを取るね、値打ちとしては頃合いなところかな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ただ、損切りはね、1900割れは損切りという形で、鉄則化しておくのがいいかな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で、次行きましょう。次は DYDX、サクサク行きましょうかね。DYDX どこにいるかな、と言いました。はい、こちら。はい。ロック解除が行われるということで、ちょっと12月上旬にね、ちょっと大きく下落をしてくる可能性がありますから、そこもね、注意しながら、一応今の価格が 3.1 ドル付近を推移しているような状況を、まだね、今ね、高値は切り下げているんですけど、安値はね、切り下げの方向に入っていない。なんだかんだ言って、ちょっとこうね、急なんですけど、この、右上がりの、この黒いね、サポートラインにある程度支えが、伴っているような状況にはなっているのかな、こういった形ね。まだサポートラインが何とか生き残っているような状況で、まあ、今の値打ちとしては、さっき、押し目、まあ、うん、短期のサポートライン上にいますから、押し目的な、押し目買いをね、するにはいい場所なのかなと思いますけれども、ここから想定されるチャート形状としては、やっぱこれですよね。普通の通常三角持ち合いが、まあ、想定ができるんじゃないかなということで。これは上に抜けていけばね、まあ、いいんでしょうけれども、まあ、さっきも言っているように、ちょっとこう、ロック解除があるので、そこに対する売り圧懸念、から、なかなか上がりきらないんじゃないかなって感じもする。うん。だからそれを加味するならば、下にね、落ちてきて、一応、もともとレジスタンスとしてガチガチに機能していた 2.7 ドル。ここは、今までの流れ的に言うならばね、どうでもいいですか、去年の7月であるとか、11月、まあ、ちょうど1年ぐらい前ですけども、結構レジスタンスとして機能してたんですよ。で、それをね、今年の2月あたりに一旦抜けたんですけど、また押し戻されて落ちてきてしまった。で、また今回明確に抜けているので、もし売り圧がかかって落ちてきたとしても、レジサポ転換として 2.7 が生きるんであれば、この値打ち、特に日足の中期もね、ぐーっと上がってきておりますから、2.7 あたりは水平の押し目買いラインとして、考えられる可能性もありますからね。この2つの値打ち、1つの値打ち、2.7ドル付近っていうのは、もし、購入していきたいな、反発上昇してくる可能性があるんじゃないかなと思う方は、一つね、ちょっと薄めでいいので、ロングポジションをね、ちょっと取ってみてもいいかもしれません。ただし、割れ込んだら、2.7 明確、まあ中期の移動平均があるので、まあ 2.6 ドルとか、このあたりを明確に実態として割れ込んだら、下をぐっとね、試しに行く可能性がありますから、まあその際はね、短期トレードをやる方は損切りが推奨かなというふうに思いますので、よろしくお願いします。三角持ち合いもね、下に割れ込んでしまうということを、加味していくならば、2.6 割れは損切りかなと。ただ、2.7 ドルでの、さっきも言ったように、レジサポ転換線する可能性がありますから、ここは一つね、ちょっと少量でもチャレンジしてみてもいいかもなというところがございますので、よろしくお願いいたします。割れ込んだら即逃げで、ということでございますね。あとは今、ロック解除がどういった形で、まあ、作用してくるかはわかりませんけども、一応ね、ニュースの割には落ちてきていないなという印象がね、ビットマン TV はあります。はい、次行きましょう。次は、ルナを見ていきたいなということなんでございますけれども、こちらでございますね。はい、行きまーす。はい。ルナなんでございますけれども、ただいまの価格、一応これね、週足で見ておこうかなと思います。ただいまの価格が 0.789 ドル付近をね、推移しているようなところ。で、直近でかなり力強く上昇してきていたんでございますけれども、まあ、ここですよね。今年の6月あたりに大きく下落をしてきました。うん。そこでの、言ってしまうと、売り逃げができなかった方々の、おそらく今これ上のヒゲっていうのは利確が入ってるんじゃないかな、というふうには思うところでございます。だから、これを実態として抜けていく。うん。まあ、上のヒゲの上端ね。まあ、うん、そうだね。0.9
0.93 ドルとか 0.93 とか 0.94 ドルあたりを実態としてつけてくるような流れが来るんであれば、もう一段その上の場所、結構サポートとしてぐん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 機能していたこのあたりぐらいまで、それこそ、週足雲の形があるので 1.25 ドルあたりとかこのあたりぐらいまで、上値をね下がってくる可能性が今この上昇の調子の良さを見るんであれば、まあ、あるんじゃないかなという感じ。ただ今はねちょっと入るべきじゃないかなと、先物関係とかをやるんだったら、0.94 ドルあたりをつけていってから、まあ、週足レベルでございますけれども 0.94 ドルあたりをつけていってからのロングインがねいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。200EMA 上にもう一回ね回帰してきた、まあ、ダブルトップを作っているような状況でございますけれども、 0.55 割れ込んだらね、まあその見方っていうのはまあ無効になってくるかなというところで、また下値を探ってくる 0.4 ドルとかこのあたりを探ってくるような状況になるんじゃないかなというところで、ちょっと気になるところはあるんでございますけれども、まあとにもかくにも、今のこの上のヒゲっていうのは、大きく下落してきた時に逃げ遅れた方々のまあ利確がちょっと入ってる感じもするので、そこを抜けてからね先物関係ロングインをねしていくのがベストかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それを抜けていけば 0.94 を抜ければ1.25 ドルあたりまでの上昇余地はねありますよっていうのをお伝えさせてください。はい、で今日の最後いきましょう。今日の最後はソルをね見ていきたいなというふうに思います。調子がねまたぐっと戻ってきてますね、ソルね、いきます。ソルなんでございますけれども、ただいまの価格が60ドル付近をね推移しているようなところで、このピンクの放物線上の流れ、このね放物線上での上昇っていうのはねかなり強さが出ているところで、そこに乖離して言ってしまうと直線ラインでのサポートラインをまあ元々引いていたわけでございますよ。で今まさしくそれを機能しているような状況にやっぱなってますよね。放物線上から、落ちてくるんであれば、逆に言うと次は直線ラインでのサポートが機能してくる可能性が高いというふうにおそらく言っていたと思うんですけども、今それがものの見事にね、まあ現実のものになっていると。で一応ここで短い黒いラインが引かれてるんですけど、これは三尊ですよね。三尊形成のネックラインということで、これを割れ込んでちょうどサポートとして機能していたのが直線ラインなんですよ。でもう一回戻ってくるような状況になってきましたから、まあそれを加味するならばかなりね力強いサポートが今入ってるんじゃないかなというところで、今ターゲット価格としたらまあこの直近高値の60、それこそ実態時間65、ヒゲなの68、まあ65ドルあたりをまあめがけて上がってくるような状況、今立ち位置にはあるんじゃないかなというのはねお伝えさせてください。で65ドルを抜けていけば、まあソルに関して重要ラインは78ドル、ここが次の、目標価格になるでしょう。大幅下落をしてきた時の、サポートライン、まあ大反発ラインとしてね機能していた78ドルというのが、やっぱり次はサポートからのレジスタンスラインとして機能してくる可能性がありますから、もしロングイン先物関係でちょっとね、やっぱり、直線ラインがサポート入ってますから、押し目買いのチャンスネッジとしても意識はしておいてもいいのかな。もしロングインするんであれば65ドルと、あとはその後の78ドル付近っていうのは最終流しポイントとしてね意識できるラインかなと思いますので、そこを利確ポイントとしてね、ちょっと お耳の奥にねパチリと入れておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね本日の配信は以上となります。またまた皆様次の配信でお会いしましょう。では。